サーベイヤー3号は、アメリカ合衆国のサーベイヤー計画の3期目の月、着陸探査機。1967年4月17日に打ち上げられ、4月20日に、月面座標難易3度0141.43、統計23度2729.55、嵐の太陽の基地の海付近に着陸した。その後6315枚のテレビ画像を地球に送っている。 サーベイヤー3号の着陸時、反射率の高い岩が宇宙機の月降下レーダーを混乱させたことが後にクレーター内部で判明した。エンジンは当初計画されていた4.3メートルの位置で切ることに失敗し、この遅れによって着陸機は月面で2度バウンドすることになった。最初のバウンドでは10メートル程度に持ち上がり、2度目は3メートル程度のバウンドであった。 二度のバウンドの後、当初計画の3.4メートルより低い3メートルの高さから速力0で落ちることとなり、非常にゆっくりと降下し、設置三度目で月面への着陸を果たした。3号はサーベイヤー計画で初めて表面土壌採取スコップを搭載しており、伸縮式の腕は撮影した写真の中に見ることができる。この機構は電気モーターで稼働する腕に乗っており、 月に溝を掘るために使った。これらの溝は18センチメートルの深さに達し、溝から得られた土壌は画像を撮影し、地球へと送信するために、サーベイヤーのテレビカメラの前に据えられた。1967年5月3日に月で最初の夜を迎え、太陽電池で稼働するサーベイヤーは一度休眠した。夜明けは14日後であったが、夜の間にとても冷たい状況に置かれたため、 再稼働はできなかった。これは月の夜明け後にも再稼働を果たしたサーベイヤー1号とは対照的な結果となった。1973年サーベイヤー3号が着陸したクレーターにサーベイヤーと命名された。サーベイヤー3号のカメラ、国立航空宇宙博物館、ビジコン館、2 5 1 0 0トル焦点、レンズ、シャッター、光学フィルター、 絞りの機能がついたテレビカメラが中央の軸から16度傾斜の軸に取り付けられていた。また垂直、水平方向に可動な鏡の下に取り付けられていた。カメラの運用は地上からのコマンドに依存していた。方位で360度、面包線のプラス40度上からカメラの Z 軸、さらにマイナス65度下まで撮影できた。200操作線モードは 無視光アンテナで送信を行い1フレームあたり61.8秒で操作した。200操作線写真の完全なビデオ送信は20秒が必要であり、1.2kHz の帯域幅が使われた。600操作線写真は指向性アンテナで送信され、これらの写真は操作1回に3.6秒がかかり、ビジコンからの画像を読むのに名目1秒を必要とし、 220kHz の帯域幅が使われた。これらの写真は高持続蛍光体に被せられた低速スキャンモニターで表示された。持続性は名目最大フレームレートに合うように選ばれた。t v 式別の1フレームは1画像ごとに受信され、受信画像とともにレート対応のリアルタイムで表示された。これらのデータは磁気ビデオテープに記録された。 カメラは1967年4月20日から5月3日までに6315枚の写真を地球に送信した。これらの写真の中には、宇宙機地震、パノラマ月面調査写真、掘り取り機の動作の様子、地球による日食の様子などが撮影された。アポロ12号の月着陸船は、サーベイアー3号の着陸地点近郊に着陸して、乗組員のコンラットとビーンは、 宇宙機を調べ、1 0ラムほどのサーベイヤーのパーツを地球に持ち帰った。この中にはカメラも含まれており、現在では国立航空宇宙博物館の常設展示になっている。土質力学表面サンプラーは月表面を掘り、削り、溝を作るために設計され、月面の特性を決定するために月面物質を撮影しながら運べるようになっていた。 サンプラーはテレビカメラの下に乗っており、おおよそ長さ 120mm、幅 50mm のスコップで構成されていた。スコップはコンテナ、鋭い刃、電動開閉式のコンテナからできていた。月の表面に地面を平坦に鳴らすためスコップのドアには小さなフットパッドが取り付けられていた。最大直径 32mm の月面物質を保持でき、 100立方センチメートルまでの月面の砂塵を持ち上げることができた。スコップはパンタグラフ式の先についており、この構造は宇宙機の近くからおおよそ1.5メートルまで伸ばすことができた。この腕は方位角プラス40からマイナス7 2まで動き、モーターで130ミリメートルまで持ち上げることができ、重力とバネによる力で月面に下げることもできた。表面サンプラーは、 ベアリング試験7回、トレンチ試験4回、衝撃試験13回を実行した。10回運用され、合計運用時間は18時間22分であった。月面にモーター電流と力の測定が行われたものの、測定結果は月面着陸後の宇宙機のテレメトリの状態が悪かったために推定は可能であったが、詳しい値は得られなかった。 小さなトルクスプリングのバネ定数は衝撃試験による密度の決定を妨げた。38から5 0ト、mm、ルのめり込みがベアリングのテストから得られ、月面にトレンチを作る、操作中に1 7 5ト、mm、ルの深さに到達した。気候と電気補助の設計は月面での運用に十二分であった。サーベイヤー3号の着陸地点は後に、 アポロ12号の月着陸船の目標に選ばれた。人造物や素材を厳しい月面環境への長期、暴露した影響などの研究のために、いくつかの部品が選ばれ、地球に帰還した。アポロ12号以来宇宙から地球に戻った宇宙機は多いものの、これは人間が地球外に送った宇宙機を訪れた唯一の事例になっている。アポロ12号が持ち帰ったサーベイヤーのカメラを、 持ち帰った後の分析によって、一般的なタイプの細菌、ストリプトコッカスミティスが発見された。過酷な月面にあっても2年半にわたって、休眠状態で生存しており、惑星間汚染を引き起こしたという説がある。この説は、惑星間、パンスペルミア説を補強するものであった。が、それ以上に、NASA にとって、生命の可能性が考えられるた惑星へ。 探査機を送り込む場合、より厳格な生物除去の作業の必要性を感じさせるものであった。顕著な例としてはガリレオは木星の探査ミッションを終えた後、エウロパの汚染を起こさないために木星に突入させ破壊している。一方、独立した調査員には月面のサーベイヤー3号で細菌が生存していたという説に反論している。2009年に撮影された 画像2009年、ルナーリコネサンスオービターがサーベイヤー3号の着陸地点を詳しく撮影し、この中では機体周辺に宇宙飛行士の足跡も見ることができた。2011年には再び、この場所の上空をより低い高度で通り、より高解像度の画像を得ている。ありがとうございます。